元衆議院議員でタレントの杉村太郎35が5日レギュラーコメンテーターを務める TBS 系の政情報番組サンデーラポン日曜前954に出演。維新の党と参加の政治団体大阪維新の会から除名処分を受けた上西さゆり衆院議員31を擁護する発言をし、共演者から非難された。杉村は、国民の多くは結構怒ってますね。それだけメディア対応は悪かったと思います。ただ、国会を休んだ前後の行動だけで党を除名させられたり議員を辞めなきゃいけないっていうのは厳しすぎますと上西議員を擁護。これに対し、山王病院副院長の奥中哲也氏が小選挙区で落選し、比例復活したのだから職を辞するのが過ぎ、国民のほとんどの方がそう思っていると反論。すると杉村は、比例の議員は党を除名されたら議員辞職すると、ルール化したら、党内で比例の議員は自由な活発な議論ができなくなる。議員の地位があやふやになる、と、議論を展開した。これに対しスタジオからは、非難続出。テリー伊藤、65、は、最近よく政治家が自分の、身体は自分で決めるとか言いますけどね。あれは間違いです。政治家の身体は国民が、決めるべきです、と断言。さらに反論しようとする杉村に、医師でタレントの西川志子、44、は、そもそも化粧がちょっと、下まつけが、と切り捨て、最後まで杉村の意見は誰の、同意も得られなかった。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。